全国屈指のスピード水面で繰り広げる熱き戦い、スペシャルグレードボートレースダービー3日目の攻防はいよいよファイナルカードを迎えております。絶好学案からブス島誠とファンの期待を集めての登場ではあります。宮地元木一瞬ピット離れでブス島を揺さぶったか。地元の磯部誠をこれまで3ピン4としています。今垣幸太郎連争い存分に盛り上げてはいますが勝利はまだありません。深谷智弘も連絡み続行中であります。サイアウトエースナンバー62、秘めたる威力を見せたいのが青木源太でもあります。明日が予選最終日、どんな形でつなげることができるか、それぞれが重要な一戦ともいえるカード。ブス島誠がイン、今高枠番から前方にボートが向いたブス島、宮地元木が2コース戦です。宮地も昨日は3ピンと進みました。磯部誠もともと足の良さ、グリップターンの雰囲気、今日はリングの交換で雰囲気を上げてきたのか。カードといったら仕掛けが定番の今垣幸太郎、深谷智弘も今シリーズ足の良さを感じています。青木源太サイアウト6コース、清水面舞台に今日のファイナルメニュー1番から3番、4番、5番、6番です。2秒1秒、スタートしました。1番、3番、4番、5番、4艇交代人、カラカラ4号艇、出てくるが3号艇、抵抗引っ掛ける、これが2号艇のブス島、快速攻磯部、まあ繰り差し交戦会、5号艇はえぐってくる、4号艇もコンパクトに回ってバックが入ったか、磯部、まあ繰り差し一戦交戦会、見せたか決めたか、地元の磯部誠、前提スタート正常であります。ブス島がインで出回って4号艇、今垣幸太郎が前を前を追ってくる、ブス島はサッと回して1号艇、外ドンと回していった、深いでありますが、おっと1番6番かなり激突交錯、4号艇の今垣が2番手順調であります。3番4番3、4台系1号艇のブス島の外から号艇の深いところの方がグッと出てくる、伸びる磯部誠に4号艇、食い下がる今垣幸太郎、3番手の末は1号艇ブロックしながら1号艇のブス島、2号艇を回して5号艇、その入った5号艇の深谷は2番5番と宮地と深谷が絡んでいる。1号艇のブス島が単独3番手、上位は3番4番1番の体型であります。見事に鋭い角度でえぐってきて、3号艇の磯部誠、4号艇の今垣が2番手ターン、3番手1号艇のブス島誠がキープという体型で3番4番1番ごと桂馬を通過していきます。5号艇の深谷見せ場作ったんですが、4番手2号艇の宮地、ラスト6号艇の青木源太が続いています。楽園入りました3号艇の磯部誠から4号艇の今垣幸太郎、1号艇の娘が広北号艇の深谷、まだまだ離さない。1号艇の武蔵島に対しては定冠の方が寒さの方が3艇身から2艇身半、直線では5号艇の深谷が追いついてくる。ラストコーナー、ブス島しのぐのか、5号艇深谷圧力が大抵、外にボートを出したブス島、おっとフラフラっとスイング5号艇切り込ませんかい、しかし1号艇のブス島踏ん張った、先頭3番の磯部ゴリン、2着で4番の今垣、3番で踏ん張り1番のブス島、攻めたか5番の深谷、7番の宮地、ラスト6番の青木ゴリン、